目標に正確に構えられるブレードタイプ、オデッセイトリプルトラックツーボールブレード。今回ご紹介するモデルはこちら、オデッセイのトリプルトラックというシリーズのツーボールブレードをご紹介していきたいと思います。このパターですね、まずオデッセイの得意のマイクロヒンジインサートまずついてますので、まあ、転がりがいい、それからまあソフトな打感っていうのはこれはもうシリーズ特有の、まあ、皆さんこう好まれて多くの方が使われていると思います。でそんな中ですね、このツーボールブレードをおすすめした理由なんですけれども、ざっくり構えることもできるし、細かくビシッと合わすこともできるという、こういろんな基準をたくさん持ってるパターンなんです。まずですね、このヘッド全体の T 字の形、まずそのヘッド全体として目標に向きやすくなってます。でさらにですね、トリプルトラック、このサイトライン、真ん中に赤い太いラインがあって、両サイドに青いラインが2本入っています。これはあの飛行機の滑走路とかにも使われるらしくてですね、まあ、非常にこう平行が取りやすい、構えやすいっていうふうに言われている仕掛けのもので、まあ、すごくこう集中してですね、ボールに対してフェース面をこう合わせやすいっていう、まあ、これはもう集中して細かく見るときに非常に使いやすいです。さらにですね、このツーボール、まあ、これはボールと同じ大きさのものなんですけれども、それがこう2個並んでる状態で、実際に構えたときにボールを並べて、まあ、3つ白いボールが並ぶような形になりますので、まあ、そこのそれを3つこうストロークした時もストロークの軌道もこう見やすいですし、ボール3つ並べてそれをこうボールとボールをぶつけるようなイメージにもなりますので、まあ、いろんなこう視覚というかですね、角度でフェース面が合わせやすくなっているっていうのは非常にこのパターの特徴だと思います。なぜこうブレードクランクネックのタイプなのかっていうと、クランクネックにもですね、実は構えやすさっていう仕掛けが一つありまして、フェース面に対してクランクネックは必ずここに横の垂直にラインができるんですね。こことここでフェース面を垂直に構えるっていうこともしやすいんです。つまりこう、まあ、情報が多いとですね、あのどこで合わせていいかわからないっていう人もいるとは思うんですけれども、合わせるポイントがたくさんあればあるほど、自分がどこで合わせると正確に構えられるかっていうのも知れるパターンかなと思いますし、まあ、重心が深いパターではあるんですけど、大型マレットに比べてそこまで深くはしてませんので、あの操作性も適度にありますし、アジャストしやすいというか、その日によってこう見え方も違ったりするでしょうし、あのフェース面がまっすぐ構えられないって人はどこを見れば自分が気持ちよく構えられるのかなみたいなのもこうちょっと知れるパターでもあるので、これだけこう情報量がいろんな角度であるパターっていうのは、私はちょっとこれを見た時初めてだったもんですから、非常にあのいろんな角度で構えられるなっていう風な印象を持ちましたので、こう正確に構えにくい、構えられないっていう人なんかはぜひこのパター試してほしいなと思います。